世界中のサッカーファンの皆さん、こんにちは。気持ちのいい太陽が差し込みます。今日はサッカーするにはもってこいですね。ダービーということで今日は気合入るでしょうね。あまり興奮しすぎないように気をつけたいと思います。エスパニョール対バルセロナ FC、 今日の試合実況や続か解説は水沼貴史さんです。水沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。エスパニョール、スタメンはご覧の通りです。エスパニョール、予想フォーメーションは 4-5-1 となっています。一方、バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。まずは守備優先で行こうということでしょうね。ビエル、鍵を握るのはこの人でしょう。コンディションはどうでしょうかね。いつも通りやってくれるでしょう。前半45分のスタートです。左から攻め上がるのはエスパニョール、そして右に構えますバルセロナ。どうでしょう、これクリアしたい、奪った、出したいところ、奪った。どう持っていきますか。どうでしょう、これ奪った、ここで後ろへ、下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。パスを出します。手元の時計で前半15分、バルセロナちょっと攻めのリズムが単調になってきました。攻撃がワンパターンですよね。パスを出します。キーパーです。ここはパスを出す。面白い、さあ来た、これはキーパーです。これはタムード、デラペーニャ、右へ、ファンワイク、縦へ出します。エスパニョール、ファールです。さあフリーキックです。面白い、さあチャンスだ、ボールこぼれた、これはタッチを割りました。
スローインでゲーム再開です。フォローが欲しい。どうでしょうこれ。ここはカット。これはチャンスになりそうだ。さあ入れる。ボレー。うわー、ジャーンズ待望の先制点が入りました。バルセロナ0対1。チームのエースとしてしっかり決めてきましたね。なりますね。今のゴールシーンです。ご覧のようにバルセロナ素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。水沼さん来ましたね。ナイスゴール。見事に期待に応えてくれましたね。今キックオフしました。左へ出します。アベルゴメス。いた。うわ、ジャーンズ。バルセロナ追加点0対2。水沼さん、いや来ましたね。やりますね。本当ですね。今のプレイをもう一度見てみましょう。ジャーンズ乗りに乗ってますね。ねえ、見事なドリブルでしたよ。相手をドリブルでかわした時は興奮しましたね。キックオフされました。前半45分が終了です。バルセロナ試合内容結果ともに圧倒しています。いやー、ほんと強いですよね。試合の流れを支配できてましたね。後半もこれを維持していきたいでしょう。ここまでの展開を振り返ってみましょう。バルセロナ非常にいい展開でリードしています。ゲームも支配してますし、チャンスをしっかりと決めるのは見事ですよ。後半開始のキックオフです。両チームともどうやら選手交代はないようですね。ハムード、リエラ、一度下げます。もう少し左右のスペースを使ってほしいですね。シュート。ああ、これは大きく外れます。ああ、もう少し精度が欲しいですよね。本当にそうですよね。今のプレイです。うまくコントロールができなかったようです。あとはシュートの精度を上げるだけですね。ジャーンズ、ここでプレスをかけていきます。サポーターが欲しい。これはチャンスになりそうだ。クロスボール、どうか。ナイスカバーです。ボレー、ディフェンス防ぎました。下げます。縦へ出します。ここで後ろへ、サムディ縦へ出します。一旦下げました。前のスペースを有効に使いたいですね。通るか、かわせるか。クロスボールが入る。うまく止めました。しっかり見えてます。パスを送ります。攻守が入れ替わります。前へ出す。タムード左へ出します。通るか。ここで奪いました。チャンスです。クロスボール、どうか。タッチ終わります。スローイン。さあ入れる。ヘッド。うわー、ルイス・ガルシア、エスパニョール、ゴールを奪います。ナイスゴール。1対2。ルイス・ガルシア、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。
今のゴールシーンです。2列目以降がうまく飛び出してフリーになりましたよね。ゴール前でもしっかりと状況判断ができている証拠でしょうね。ナイスシュートです。今キックオフされました。どうでしょうこれ。いいですね。ディフェンス防ぎました。一旦後ろへ。もっとスペースを有効に使いたいですね。前へ出す。下げます。ここら辺で逆サイドに振りたいですね。一度下げます。右サイドを使う。どうでしょうこれ。ここは止めました。ここで試合終了。90分の死闘の幕が下ろされました。ご覧いただいた通り1対2でバルセロナゲームを制しました。ということでご覧の結果になったわけですが、水沼さん、いやー今日のダービーもまた盛り上がりましたね。これはいつ見てもすごいですね。体の芯から震えるというかスタジアムの盛り上がりがすごかったですね。本日は実況を八塚、解説は水沼貴さんでした。水沼さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。
サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本日は素晴らしい晴天に恵まれました。迎えていますのはスペイン一部リーグ第33節、バルセロナ対セビージャ。今日の試合、実況担当は八塚博士、解説水沼貴史さんでお送りします。水沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナスタメンはご覧の通りです。バルセロナ守備を固めた布陣となっています。ディフェンスを厚めにしてきましたね。とりあえず失点は避けようという狙いですね。一方セビージャ、予想フォーメーションは 4-4-2 となっています。バルセロナ現在優勝を狙える位置にいます。ここで油断をせずに普段通りのプレーを見せてほしいです。激しい試合になりそうですね。どちらも負けることは考えてません。さあ前半の45分がスタートしています。左にバルセロナ、そして右にセビージャ。ジャーンズ、チャンスです。ファーサイドに行った。チャンスですね。ドラグチノビッチ、タッチを割ります。スローイン、スルーパス、これは旗が上がりました。今のプレイです。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド、微妙なところですけどね。さあフリーキックです。さあ前へ出した。パスを出します。ここは大きく出します。これはキーパーです。パスを出します。下げます。縦へ出します。ファンワイト、このプレイはファールになります。さあフリーキックです。チャンスですね。ルーズボール、ディフェンス防ぎました。面白い、ここで奪いました。ここはカット、いいボール出ませんね。ヘッスナバス、前へ、これはオフサイドです。リプレイが出ます。これはオフサイドですね。もう少し攻め方に変化を持たせないとダメですね。フリーキックで試合再開です。いいですね。さあ入れる、ダイレクト、キーパー弾いた、シュート、ゴール入った。ジャーンズ、まずはバルセロナ先制のゴールを決めました。1-0。チームのエースとしてしっかり決めてきましたね。水沼さん、いや来ましたね。素晴らしい。今のゴールシーンもう一度ご覧のようにバルセロナ素晴らしい動きを見せましたね。来ましたね。いい動きを見せましたね。それがうまくゴールまでつながったと思います。キックオフです。どうでしょう、これ奪った、このボールを前へ、どうでしょうこれ。このプレイはファールになります。フリーキックで再開します。ホルム、クロスボールが入る。バルセロナ追加点のチャンスです。大事にしたいですね。さあ蹴った、最後はキーパー、ボールを回していきます。タッチを割ります。リスタート、このボールを前へ、ここはパスを出す。ジャーンズ、ルーズボール、ディフェンス防ぎました。このボールを前へ、一度下げます、前へ出します。これはアベルゴメス、チャンスです。狭いところを狙ってきた、これはキーパー。ここで前半戦が終了。バルセロナ最小得点差ながらリードしています。そうですね、しかしまだどう転ぶか分かりませんよ。
さてここまでの展開ですが、バルセロナ結果内容ともにリードしていると言っていいでしょう。ゲームも支配してますし、多くのチャンスも作ってます。このままのリズムでいきたいですね。さあ後半開始です。両チームメンバーの交代なさそうですね。ここで後ろへヨルディ、面白いルーズボール、ナイスカバーです。これはラインを割ります。スローインでゲーム再開です。右へ出します。下げます。ここら辺で逆サイドに振りたいですね。攻守が切り替わります。どうするか。キーパー弾いた、クリア、キーパー飛びついた。ジャンズ、ファールです。セビージャ、ここで選手交代があるようです。水沼さん、この交代どう見ますか。彼を入れることでチームのリズムが良くなるといいですね。この時間帯に選手交代ですか。フィンテ、ここで交代で入ります。しっかりと自分の役目を果たしてほしいですね。これは直接も狙える位置です。そうですね、ここは慎重に狙っていきたいところです。これは惜しくもクロスバーです。今のプレーです。これは決めたかったですね。この調子でどんどん狙っていきたいですね。ルイス・ファビアン、一旦後ろへ。どうでしょうこれ。さあ来ますよ。最後はキーパー、これはラインを割ります。リプレイです。これはいいシュートだったんですが、ちょっと精度に欠けてましたね。セビージャ、ここは反撃のチャンスです。さあ蹴った、これはキーパーです。左へ、ここで奪いました。ヨルディ、ディフェンス防ぎました。チャンスですね。シュート、キーパー弾いた、素晴らしい反応を見せました。リプレイが出ます。これはいいシュートだったんですが、アグレッシブでいいですね。あとは得点ですね。バルセロナ、追加点を決めて勝負を決めたい。これは期待したいですね。さてどうだ、カット、ここで奪いました。一旦下げました。前のスペースを有効に使いたいですね。攻守も入れ替わります。ダイレクト、シュートは右へ切れました。今のプレーです。素晴らしいシュートだったんですが、得点にはなりませんでした。あとはシュートの精度を上げるだけですね。どうでしょうこれ。ボールこぼれた、ここで奪いました。これはキーパーです。
そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り、1対0でバルセロナ勝利を収めています。ということでご覧の結果になったわけですが、水沼さん、バルセロナ終盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事に攻撃の目を潰してましたよ。本日は実況を八つ塚、解説は元日本代表水沼貴史さんでお送りしました。水沼さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは皆さん、この辺で。テレビの前の全国の皆さん、こんばんは。厚い雲に覆われ、星の見えない寂しい夜となりました。アジアオセアニアクラブカップ決勝戦です。バルセロナ対リンクス。今日の試合、実況担当は八塚宏、解説水沼貴史さんでお送りします。水沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナ、これがスターティングメンバーです。バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。ディフェンスを厚めにしてきましたね。とりあえず失点は避けようという狙いですね。一方、リンクス、予想フォーメーションは 4-3-3 となっています。ヘディ、鍵を握るのはこの人でしょう。体も切れているようですし、調子が良さそうですね。お嬢もいいですし、今日は見せてくれると思います。審判の笛とともにゲームがスタートしています。パスを送ります。大きく前へ蹴り込みます。チャンスですね。クロスボールが入る。合わせた。キーパー弾いた。チャンスですね。ゴールマウスを捉えきれませんでした。ボセッリ、ギサ、ここはカット。ボールを回していきます。一気に前へ。ルイージ、打ってきた。このシュートは惜しくも外れました。いや、外れましたか。リプレイです。素晴らしいシュートだったんですが、得点にはなりませんでした。少し苦し紛れなところがありましたね。パスを出します。奪います。左に持っていきました。前へ。ここはカット。ダイレクト。シュートは左へ切れました。
VTR が出ます。素晴らしいシュートだったんですが得点にはなりませんでした。アグレッシブでいいですね。この後もどんどん狙っていってほしいですね。ここで後ろへ。スルーパス。バルセロナファールです。大阪リンクス、これはいい場所からのフリーキックとなります。どうでしょう、これ奪います。ラモス、このボールを前へ。ケティング、いい感じですよね。打ってきた、キーパー弾いた。チャンスは続いている。クロスボール、どうか。クロスボールが入る。ここは逃げたい。弾いた。これはキーパーです。ここでホイッスルです。前半45分が終了です。ここまで両チーム得点がありません。最後の爪の甘さを解消すれば結果は出るでしょう。ここまでの展開を振り返ってみましょう。まさにがっぷり四つといった互角の展開ですね。どちらが勝つか全く分かりません。目が離せませんね。後半開始のキックオフです。両チームともどうやら選手交代はないようですね。さあ大きく出した。下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。前へ出します。下げます。どうでしょう、これ思い切っていった。キーパー弾いた。うまく弾き出しました。リプレイです。ちょっと力みすぎたんでしょうか。この調子でどんどん狙っていきたいですね。バルセロナ、このセットプレーのチャンスを生かしたいところです。さてどうだ。ラモス、ダイレクト。伊沢、防いだ。ルイージ、右へ。パスを出します。前へ出す。このボールを前へ。フォローが欲しい。行ったか。ここから入れてきた。ボレー。ハンワイ、待望の先制点が入りました。バルセロナ1対0。ハンワイ、ここでゴールゲットきましたね。先ほどのゴールシーンです。ズドーンとゴールネットを揺らしました。これにはゴールキーパーもお手上げといった感じ。しっかり抑えが効いてましたね。これはいいシュートだ。今キックオフしました。一旦下げました。サイドのスペースを有効に使いたいですね。ケティング、シュートだ。キーパー弾いた。チャンスですね。源、防いだ。ディフェンス防ぎました。面白い。クロスを入れる。ゴールマウスを捉えきれませんでした。
の時間帯に選手交代ですが、コールマン、ここで交代で入ります。しっかりと自分の役目を果たしてほしいですね。パスを送ります。さあ来た、シュートだ。最後はキーパー、チャンスですね。カット、前へ出す。ここで後ろへ、攻守も入れ替わります。どう持っていきますか。ここで試合終了。この瞬間スタジアムは総立ちです。今優勝が決定しました。選手たちが思い思いに喜びを表現しています。今までの苦労が報われたわけですからね、嬉しいでしょうね。ウィーニングランが始まりました。場内のサポーターに挨拶をします。気力で勝ち取った優勝ですからね、この経験は非常に大きな糧になると思いますよ。本日は優勝の模様をお送りしました。水沼さん、一言お願いできますか。選手たちの目的意識がはっきりしてましたよね。それがこの結果につながったと思います。本日は実況を八つ塚、解説は水沼貴さんを迎えてお送りしました。水沼さん、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、また次の機会に。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本日は素晴らしい晴天に恵まれました。迎えていますのはスペイン一部リーグ第34節、アルバセテ対バルセロナ。今日の試合、実況はいつものように八塚博士、解説は木村和志さんでお送りします。木村さん、今日はよろしくお願いします。木村です、よろしくお願いします。この試合の模様は衛星生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。アルバセテ、スタメンはご覧の通りです。アルバセテ、予想フォーメーションは 4-5-1 となっています。対するバルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。しっかり守って攻撃はそれからということでしょうね。鍵を握るのはこの人でしょう。木村さん、いかがですか。彼の素晴らしいプレーに期待したいですね。さあ、いよいよキックオフ。どのようなドラマが待っているんでしょうか。さあ、始まりました。前半45分のキックオフです。前へ出す、
面白い。チャンスですね。ディフェンス防ぎました。ファール。今のはちょっとヒヤッとしました。アウグリ。カードはないようですが、審判から厳しく注意を受けます。いや危ない。運がいいですね。さあフリーキックです。さあ前へ出した。さあこっからですよ。どうでしょう。これクロスボールが入る。さあコーナーキックです。いい時間帯でチャンスを得ました。ショートコーナーもありますよ。さあ蹴った。合わせてきました。いやゴール入った。アメラ。まずはアルバセテ先制のゴールを決めました。1-0。ここでゴールゲットきましたね。今のゴールシーンです。完全にフリーにしてしまいましたよね。これはちょっと集中が足りなかったように思います。今キックオフしました。右に持っていきました。一度下げます。もっとスペース作りたいね。タッチ終わります。スローインでゲーム再開です。縦へ出します。ここでプレスをかけてきた。大事にしたいね。左へ出します。ここで後ろへ。ここはパスを出す。ルーベン・デジェス。このボールを前へ下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。これは旗が上がりました。リプレイです。これはオフサイドですね。微妙なところですけどね。さあフリーキックです。ここは寄せてきます。面白い。奪ったアベルゴメス。アベルゴメス一旦後ろへ。もっとスペースを作る動きせんと。左へ。さあ前へ出した。ボールを回していきます。ナイスカバーです。これはタッチを割りました。スローインになります。どうでしょう。これ結局合いませんでした。ここでホイッスルです。前半が終了しました。バルセロナリードされて前半を終えました。まだ時間はたっぷりあるんで巻き返しに期待しましょう。さてここまでの展開ですが、バルセロナちょっと苦しい展開です。前線の選手の絡みが良くなかったですね。後半開始のキックオフ、両チームメンバーの交代なさそうですね。ペドロ、一旦後ろへ。ボールを回していきます。縦へ出します。パッリ。ここは寄せてきます。左のスペースを使います。パッリ。タッチラインを割っています。スローインになります。タッチを割ります。スローインで中に入れます。右のサイドを使います。チャンスです。クロスボールが入る。直接シュート。最後はキーパー。ボールを回していきます。パスを出します。
左に旗、サポートが欲しい。クロスボール、どうか。ボールは流れてゴールラインを割りました。アルバス、どうやら選手交代のようですね。ミン、ここで交代で入ります。しっかりと自分の役目を果たしてほしいですね。一気に前へ。さあ前へ出した。フォローが欲しい。打ってきた。ここは大きく出します。ディフェンス防ぎました。タッチラインを割っています。アルバス、どうやら選手交代のようですね。ルイスミ、ここで交代で入ります。しっかりと自分の役目を果たしてほしいですね。ここからチャンスになるか。チャンスですね。キーパー弾いた。外れてしまいました。縦へ出します。アルバス、ファールです。バルセロナ、直接のダウンにはちょっと遠いかもしれません。この距離はちょっと厳しいですね。面白い。ふわりと蹴った。旗が上がっていたようですね。これはオフサイド。リプレイが出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。チャンスと見れば積極的に狙っていってますよね。フリーキックで試合再開です。攻守が切り替わります。どうするか。このボールを前へどう持っていきますか。ディフェンス防ぎました。前へ打ってきた。キーパー弾いた。素晴らしい反応を見せました。リプレイです。素晴らしいシュートだったんですが得点にはなりませんでした。少し苦し紛れなところがありましたね。アルバス、どうやら選手交代のようですね。木村さん、交代のようですね。このまま逃げ切るための交代ですかね。バルセロナ、残り少ないところでチャンスが巡ってきました。さてどうだ。合わせた。うわー、ラモス。リードを許しません。ここで同点ゴール。バルセロナ1対1。ラモス、しっかり押し込んできましたね。それではリプレイを見てみましょう。ご覧のようにバルセロナ、素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。木村さん、来ましたね。これですね。今のは積極的に狙う姿勢が生んだゴールでしょう。さあどちらがこの勝負を制するんでしょうか。そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り1対1でこの試合同点で幕を下ろしました。ということで改めて木村さん、今日の試合振り返ってみてどうですか。いい展開でしたが勝ちには至りませんでしたね。本日は実況を八塚博士、解説は元日本代表木村和司さんでお送りしました。木村さん、どうもありがとうございました。じゃあね。それでは今日はこの辺で皆さんごきげんよう。さよなら。